その和太鼓の全国大会で好成績を収め、太鼓を通じて福島の元気を全国に発信している南会津町の会津田島太鼓保存会白鼓の皆さんによる太鼓演奏です。それではご覧ください。副軍師林不二雄殿に申し上げます。それがし死ね羽子使い番佐藤海であります。郷大師匠吉田栄光殿にお目通り願いたく参上いたしました。ご苦労であれ。吉田郷大師匠殿より許しを得ておる。無礼の内容をお願いをする。承知いたしました。郷大師匠吉田栄光殿に申し上げます。死ね羽子海役長横山秀明殿他7名準備万端相整い早々の下地をいただきたくご報告申し上げます。以上。ご苦労。死ね羽子郷大将吉田栄光であります。ご総見にて組織委員会会長橋本聖子殿、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣丸川珠代殿、東京都知事小池百合子殿、福島県知事内堀雅夫殿、多くのご歴々の方々をご臨席を仰ぎ、聖火リレーが出立されること、大慶至極に存じ上げます。ただいまより聖火リレーがすべての国民の安寧と希望をつなぎ終わらんこと、加えて東京2020オリンピック・パラリンピックの成功を祈願し、例外の推奨を行う。以上。静かーい。構え。
シネハ号野馬追の皆さん、会津田島太鼓保存会の皆さん、ありがとうございました。迫力ある演奏でした。大きな拍手をお願いいたします。では次のステージの準備のため少々お時間をいただきます。続いてご覧いただきますのは、東日本大震災後全国絆キャラバンを展開し全国に笑顔を届けたいわき市のスパリゾートハワイアンズダンシングチームフラガールの皆さんによるパフォーマンスです。ではお願いします。光を果てしない夢を太陽
スパリゾートハワイアンズのフラガールの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。華やかなステージでした。さらにステージは続いていきます。続きまして福島県立福島西高等学校デザイン科学科の皆さんです。ようこそ。2つの作品の後ろにも生徒の皆さんいらっしゃいます。この福島西高の皆さんは東京2020オリンピック野球ソフトボール競技の会場の福島市の東総合運動公園にウェルカムボードを制作してくれました。積極的にオリンピックの盛り上げに関わってくれています。そして今回この聖火リレーのスタートにあたりまして、この2つの作品を制作していただきました。クジラ、そして鶴のこう躍動感あふれる素敵な作品ですよね。皆さんがどんな思いを込めてこの作品を制作したのか、お話を伺いましょう。代表して3年生の八津香音さん、お願いします。はい、私たちは復興支援の感謝と東京オリンピックを応援する気持ちをお伝えしたいと考え、18名で協力して作品を制作しました。向かって右側の幸福を意味する鶴が太陽へ向かって飛んでいく姿が、希望へ向かって進む福島県を表現しています。画面下のこのお花は希望という花言葉を持つトルコギキョウです。震災の被災地である双葉郡浪江町で盛んに生産されているトルコギキョウを描き、希望をたくさん詰め込みました。ありがとうございます。続いて3年生の菅野純理さん、お願いします。はい、こちらは復興や再生という意味を持つクジラを主役にして躍動的に仕上げた作品です。海から飛び上がるクジラの力強さを復興や選手の皆さんが活躍される姿と重ねています。新型コロナウイルス感染症によって世界中が大変な思いをしていますが、この大会が無事成功するように願いを込めて描きましたので、私たちの思いを感じ取っていただけたら嬉しいです。思いを込めて作ってくださったんですね。ありがとうございます。さあ、この作品はこの後会場の後ろの方に掲げさせていただきまして、福島西高の皆さんには聖火ランナーの応援もよろしくお願いいたします。福島西高の皆さんでした。ありがとうございました。最後にご覧いただきますのは南相馬市のマーチングバンドシーズプラスの皆さんによる演奏です。もともとは市内の小学校のマーチングバンドで全国大会の常連校でしたが、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故によりメンバーの半数が各地に避難し活動休止になりました。しかし仲間と一緒にマーチングを続けたいという子どもたちの強い思いがあり、避難先でも練習できる体制を作り上げ、
再び全国大会出場を果たしました。その後、小学生から大学生までのマーチングバンドとして生まれ変わりました。多くの支援への感謝と福島の今を発信しているシーズプラスの演奏です。では、どうぞ。プラスの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。そしてここまで東京2020オリンピック聖火リレーグランドスタート式典のオープニングを盛り上げてくれた皆様に改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではステージ上の準備が整いますまで今しばらくお待ちください。
本日は東京2020オリンピック聖火リレーグランドスタート式典にお越しくださいまして誠にありがとうございます。私司会進行を務めます NHK アナウンサー阿部渉と申します。よろしくお願いいたします。さあいよいよ東京2020オリンピック聖火リレーがスタートいたします。今大会の聖火リレーのコンセプトは Hope Lights Our Way 希望の道をつなごうです。これから121日間47の都道府県を聖火リレーが回っていくわけですが、その安全と無事を祈願しまして皆様と共にグランドスタート聖火ランナーを送り出しましょう。さてステージ上のお花をご覧ください。日本花卉振興協議会の皆様のご協力のもと、日本の伝統文化いけばなの技と感性の粋を尽くした色とりどりの花が生けられています。これらの花は東日本大震災から10年にあたる今年、世界中からの復興支援に感謝の気持ちを伝え、復興しつつある姿を見ていただくために岩手、宮城、福島の被災地で生産されました。桜、花桃、蓮葉、トルコギキョウ、ユリ、アンスリウムなどが生けられています。復興に力を尽くされている方々にも元気や力を届けていきたい、そうした願いも込められています。なお本日のこのイベントは現在の情勢を踏まえ新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で関係者のみで実施させていただきます。それではここで本日のご列席の皆様をご紹介いたします。どうぞご登壇ください。主催者を代表し公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長橋本聖子、続きまして丸川珠代東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会担当大臣、小池百合子東京都知事、内堀雅夫福島県知事、どうぞよろしくお願いいたします。ここでオリンピック精神をたたえオリンピックを代表する楽曲であるオリンピック賛歌の演奏です。それでは皆様ご起立ください。
続きまして、国歌君が代の演奏です。ご着席ください。はじめに主催者を代表し、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長橋本聖子よりご挨拶申し上げます。橋本会長、お願いいたします。皆様おはようございます。本日東京2020オリンピック聖火リレーのグランドスタートを迎えることができました。この場にご列席いただき、これまでも多大なご支援をいただいてまいりました丸川オリンピックパラリンピック担当大臣をはじめ、政府関係者の皆様、小池東京都知事、内堀福島県知事、地元福島県の皆様、JOC 山下会長、オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー、サポーティングパートナーの皆様、ご来賓の皆様に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。また日頃からご支援をいただいております国際オリンピック委員会、聖火にご協力をいただいたギリシャオリンピック委員会にも心から感謝申し上げます。約1年前、ギリシャのオリンピアで採火された聖火は日本へとつながれました。この1年間、世界中が困難な状況となる中、聖火は静かに、しかし力強く灯され続けました。小さな炎は決して希望を失うことなく、今まさに花開こうとする桜のつぼみのごとく、今日この日を待っておりました。私はオリンピアンとして幾度となく聖火を見てまいりました。長く受け継がれてきたその歴史と重みに思いをいたしながら、私は思います。夏の聖火は燃えるように情熱的で力強く、冬の聖火は深く灯り優しくて温かい。東京大会の聖火はこれらが合わさり、神聖で力強く、それでいて温かい光となって、日本全国に一つ一つ希望を灯していってほしい。暗闇の先の一筋の光として、まさに希望の道をつないでいくことを願っております。日本全国の皆さんの思い、そして世界の人々の平和への願いを乗せて、121日間の旅路へと出発をいたします。そのスタートが、東日本大震災からの復興のシンボルでもあるここ J ビレッジとなりました。震災直後、この大切な芝生の上に車が並び、放置されたピッチは背丈ほどの草にも覆われていた時があると聞いております。今日このように真っ青なピッチを目の当たりにして、私は心が震える思いです。関係者の皆様の、そして東北の人々の不屈の精神に心から敬意を表します。第一ランナーは2011年サッカー女子ワールドカップで優勝し、被災地に大きな希望を届けてくださったなでしこジャパンチームのメンバーです。岩手県、宮城県、福島県で生産された
花で彩られたこの会場からスタートをしていただきます。今日出発する聖火が7月23日、日本と世界の皆さんの希望が詰まった大きな光となって国立競技場に到着することを記念し、私の挨拶といたします。本当にありがとうございます。続きまして、政府を代表し、丸川珠代東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣よりご挨拶を頂戴します。丸川大臣、お願いいたします。皆様、おはようございます。東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の丸川珠代です。本日、いよいよここ福島から聖火が走り出します。今日この日を迎えるにあたり、まず東日本大震災の発災以来、この10年にわたって被災地の復興のために力を尽くしてくださった皆様方、支援を届け、励ましてくださった世界中の皆様方、そして東京大会の実現のために尽力をされたすべての皆様方に政府を代表し心からの感謝を申し上げます。ここ J ビレッジはかつて原発事故の対応拠点でした。今はサッカーの聖地として復活を果たし、本日聖火リレーのスタートを迎えました。私たちはこの J ビレッジのように未曾有の大災害から復興を成し遂げつつある被災地の姿を力強く発信し、復興オリンピック・パラリンピックとして世界中に希望と勇気をお届けする最高の大会にしたいと考えております。政府として IOC や組織委員会、東京都や関係自治体の皆様とともにコロナ対策を万全なものとし、安全安心な大会を実現してまいります。本日より聖火は希望の灯火として日本全国47都道府県859市区町村をめぐり、7月の開会式までつながっていきます。福島県においては7月21日からソフトボール、野球が実施されます。各競技そして各会場で皆様と感動を分かち合えることを心待ちにしております。この聖火が人々の心を一つにつないで大会本番を迎えられますことを心から願って、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。丸川大臣、ありがとうございました。続きまして、開催都市を代表し小池百合子東京都知事よりご挨拶を頂戴します。小池都知事、お願いいたします。皆様、おはようございます。本日は聖火リレーのグランドスタートにお招きを賜りまして誠にありがとうございます。東京2020大会開催都市の長といたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日グランドスタートを迎えることができましたのも、国組織委員会そして内堀知事をはじめとする福島県の皆様、関係者の皆様方のご尽力によるものでございます。深く敬意を表したく存じます。新型コロナウイルス感染症と日夜戦っておられます医療従事者の皆様、関係の皆様方に深く心から感謝を申し上げる、このことも申し添えておきたいと思います。さて、東日本大震災から10年が経過いたしました。今回の大会の原点は復興オリンピック・パラリンピックでございます。そして復興なくして大会の成功なし、その思いのもとにおきまして、東京都はこれまでも被災地の復興支援に延べ3万人の職員を送り、また大会の開催準備に取り組んでもまいりました。引き続き関係者の皆様方と緊密に連携そして協力をしながら、力強く復興を遂げつつある被災地の現在の姿、そして世界への感謝の気持ちを発信していきたいと考えております。災害を乗り越え、
一昨年の4月に全面再開をいたしました。ここ J ビレッジでございます。まさに復興の象徴と言えましょう。ここから始まります聖火リレーが、国民の皆様方のご協力によりまして、安全に全国を回って大会に向けた希望の道となって、復興をさらに加速させ、コロナ禍からのサステナブルリカバリーの一歩につながることを確信いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。小池都知事、ありがとうございました。続きまして、福島県を代表し、内堀雅夫福島県知事よりご挨拶を頂戴します。内堀県知事、お願いいたします。本日東京2020オリンピック聖火リレーグランドスタートが開催されますことを心からお喜び申し上げます。福島復興のシンボルであるここ J ビレッジから聖火リレーがスタートすることは、復興に向けて挑戦を続ける県民を大いに勇気づけてくれます。橋本会長、小池知事をはじめ関係の皆さんに厚く御礼を申し上げますとともに、これまで国内外の皆さんからいただいた温かいご支援に心から感謝を申し上げます。東日本大震災と原発事故から10年が経過をする中、福島県は着実に復興の歩みを進めてきました。一方で、今もなお多くの県民の皆さんが避難生活を続けておられます。避難地域の復興再生、被災者の生活再建、根強く残る風評と加速する風化の問題など、さまざまな重い課題を抱えており、本県の復興は途上にあります。こうした中開催される聖火リレー、そして復興五輪は、私たち福島県民にとって特別なものです。世界中の方々に元気な姿を見せて恩返しがしたい、これは聖火ランナーに選ばれた本県の若者の言葉です。私たち福島県民は震災以降さまざまな困難に見舞われてきました。しかし世界中の方々の優しさに支えられ、数多くの応援をいただいてきたからこそ、再び前を向き一歩ずつ復興の歩みを進めてくることができました。そうした私たちの歩みは、どんな困難も乗り越えられるという力強いメッセージとなって、聖火を希望の灯火として輝かせます。結びに聖火が全国につながれ、多くの方々の希望の道を照らし出すことを心から願い、私の挨拶といたします。皆さん、ありがとうございます。内堀県知事、ありがとうございました。それではここで次のプログラムの準備に入ります。ご列席の皆様、ステージ前のご観覧席へお戻りください。続いて聖火リレーのスタートを記念しまして、福島県の子どもたちに歌っていただきましょう。福島県郡山市立朝日川丘小学校、郡山市立郡山第五中学校の皆さんです。朝日川丘小学校は全日本合唱コンクールで金賞を受賞、そして郡山第五中学校は最高賞の文部科学大臣賞を受賞するなど、
福島県は合唱が大変盛んな地域でもあります。では皆さんお揃いですね。復興への思いも込めて歌っていただきます。花は咲く。花は咲く。朝日が丘小学校、そして郡山第五中学校の皆さんでした。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。
会場内少々寒さもあったんですが、皆さん素敵な歌声を聞かせてくれました。ほっとした表情も見えますね。ありがとうございます。それではここで次のプログラムの準備に入ります。ご列席の皆様、ステージ上へお戻りください。さあ皆様、お待たせをいたしました。いよいよ聖火の入場です。東京2020聖火リレー公式アンバサダーであるサンドイッチマンのお二人の手によって、東京2020オリンピック聖火が運ばれてきました。そして聖火リレー公式アンバサダーの皆様のご登場です。大きな拍手をお送りください。ランタンの中で聖火が輝いていますね。この聖火は去年の3月12日にギリシャ古代オリンピアで採火され、3月20日宮城県松島基地に到着しました。復興の日として宮城県、岩手県、福島県を回り、その後1年間大切に保管されてきました。この間も日本オリンピックミュージアムや14の道府県で展示され、6万人以上の方々に見ていただくなど、多くの方々に希望を与え続けてきました。改めてご紹介させていただきます。東京2020聖火リレー公式アンバサダー、サンドイッチマンの伊達みきおさん、富澤たけしさん、石原さとみさん、田口亜希さん、野村忠宏さんです。よろしくお願いいたします。ではここで聖火リレー公式アンバサダーの皆様から一言ずつ頂戴しましょう。さあ伊達さん、富澤さん、いよいよ聖火が全国を回ります。今の気持ちをお願いします。どうもおはようございます。サンドイッチマンでございます。お願いします。ございます。もう今日こうやって聖火リレー出発式ということですから、はい、もうオリンピックパラリンピックやるということでございますんでね、うん、多分そうでしょう。はい、遠くの被災地も聖火リレーで回ります。うん、ぜひですね、綺麗になった被災地も見ていただきたいですし、まだ全然立ち入ることもできないところも実際ございます。うん、そういったところも素直に見せていただきたいなと。で、世界中の方に感謝の気持ちを込めて、うん、我々は被災地を走りたいなと思います。はい、はい、森さんはいないの？森さんはテレビで見てると思います。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それだけ。はい、それだけですか。あ、本当にね、今日きっかけに、うん、オリンピック・パラリンピックやるんだっていう気持ちにもね、はい、火がつけばいいなと。もうアスリートみんなで日本代表応援しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。応援のメッセージでした。さあ続きまして、石原さん、今のお気持ちいかがでしょうか。皆さんおはようございます。石原さとみです。今回1年ぶりに聖火ランナーの皆さんから今のお気持ちを伺いました。筋肉の病気と戦っているランナーの方は、リレーのその日は必ず自分の手でトーチを掲げるんだと決意されていました。またある方は、自問自答の1年だった、だからこそ自分の気持ちが定まった状態で走れるのは楽しみだとおっしゃっていました。またある方は、母の命日が走れる日になった、意味があることだから恩返しができるように頑張りたいと語っておられました。他にも多くの方が今の気持ちを伝えてくださいました。聖火リレーに対する意見や考えは様々でいいと私は思っています。決断や判断は間違っていないと私は思います。でも一つ思うのは、目標があるということは生きる希望になるんだなと。ランナーの方たちだけではなくて、多くの方が目標を持って明るく前向きに生命力を高めて
生き抜いていってほしいなと心から思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では田口さんお願いします。皆様おはようございます。はい、今日この福島から聖火リレーがスタートいたします。聖火リレーはですね、聖火だけでなくみんなの思いが込められていくものだと私は思っています。そこには約1万人の聖火ランナーの皆様、そしてネット中継なので応援してくださる皆様、そしてそうですね、この1年この聖火を守ってきてくださった方々など関係するすべての皆様の思いと希望が込められてつないでいかれるものだと私は思っています。7月23日オリンピックスタジアムで皆様の思いと希望が込められた聖火が灯ることを私は楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では野村さんお願いします。皆さんおはようございます。野村忠宏です。昨年、3月の20日、宮城の松島基地で、私自身が、ギリシャから届きましたこの聖火を手にし、素晴らしいね到着式っていうのを迎えることができたんですけども、まあ、コロナ禍で1年延期になりました。しかしね、多くの方の尽力のおかげで今日このように素晴らしい形で、聖火リレーグランドスタートっていうのを迎えることができて本当に嬉しく思います。オリンピックの象徴、オリンピックのシンボルであり、希望平和の、象徴でもあるこの聖火が多くの、ね、皆さんの心そして気持ち希望本当にいろんなものを、ねとともにつながれていって3月、7月の23日に東京オリンピック開会式で、灯されることで、ね、多くの笑顔、ね、希望夢そういうものにつながっていけばすごく幸せだなと思います。スポーツの力を信じて我々頑張っていきたいと思いますので心を一つに一緒に進んでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれでは聖火皿への点火です。点火の準備をお願いいたします。聖火ランタンから点火棒に火が移り聖火が取り出されます。今細長い点火棒に火が移りました。この点火棒によって聖火皿へと点火されます。では準備が整ったようです。石原さん、田口さん、聖火皿への点火をお願いします。今聖火皿へ聖火が点火されました。眩しいくらいの炎です。ありがとうございました。さあそしてグランドスタート聖火ランナーの入場です。大きな拍手でお迎えください。ご紹介します。2011年サッカー女子ワールドカップドイツ大会優勝なでしこジャパンのメンバーです。では監督として指揮を取られました佐々木則夫さんより代表して一言頂戴いたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました2011のなでしこジャパンチーム一丸となってやってまいりました。本日東京2020オリンピックパラリンピックそして国立で聖火を希望の光を届けたいと思います。日本の皆さんチーム一丸となって頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
みんなスタート頑張るぞ。おーいありがとうございました。気合も入りましたね。それでは東京2020オリンピック聖火リレートーチの授与に移ります。野村さん、聖火リレートーチの授与をお願いいたします。そしてグランドスタート聖火ランナーを代表して岩清水あずささん、よろしくお願いいたします。ではトーチの授与です。今聖火リレートーチが野村さんから岩清水さんへ授与されました。ありがとうございました。ではお戻りください。これよりフォトセッションへと移ります。東京2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナーの代表の皆様、ご列席の皆様、ステージへどうぞお越しください。東京2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナーの皆様をご紹介いたします。日本コカ・コーラ株式会社ホルヘ・ガルドゥーニョ代表取締役社長、トヨタ自動車株式会社早川茂代表取締役副会長、日本生命保険相互会社清水博史代表取締役社長、日本電信電話株式会社園田勝一執行役員。続いてご招待の皆様をご紹介いたします。萩生田光一文部科学大臣、平沢勝栄復興大臣、亀岡義民復興副大臣、室伏広治スポーツ庁長官、御手洗不二雄組織委員会名誉会長、遠藤俊明組織委員会副会長、山下康弘日本オリンピック委員会会長。それではこれよりフォトセッションの時間です。皆様マスクをお外しください。ステージから見ましてやや右の方、スチールエリアに目線をお願いいたします。なお萩生田光一文部科学大臣、本日ご欠席となります。はい、皆さんありがとうございます。続いて後方のカメラの方に目線をお願いいたします。はい、ありがとうございました。皆様ありがとうございました。それでは聖火リレートーチへの点火です。岩清水さん、ご準備をお願いいたします。それでは岩清水さん、聖火リレートーチに点火をお願いします。今トーチに聖火が点火されました。1年の時を経てトーチに聖火が灯りました。ありがとうございました。ではご登壇の皆様はマスクのご着用をお願いいたします。それではグランドスタート聖火ランナーのスタートの時間です。オリンピック聖火がいよいよ日本全国を回ります。今後の聖火リレーをご観覧の際には必ずマスクを着用いただき、密にならないよう適切な距離をとって、大きな声の代わりに
拍手などで応援をお願いいたします。東京2020聖火リレーのコンセプトは Hope Lights Our Way、 希望の道をつなごうです。東日本大震災以降、世界中から寄せられた支援や励ましに対する感謝の気持ち、困難を乗り越える人々の力を伝えていきます。今も世界が困難に直面している中、聖火が希望の象徴として世界を照らし勇気を与えてくれること、そして支え合い、認め合い、高め合う心でつなぐ聖火の光が新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らし出すことを願います。それではいよいよ聖火ランナーの出発です。なでしこジャパンの皆さん、お願いします。いってらっしゃい。これから聖火の周りになでしこジャパンの皆さんが集まります。会場の皆さんの拍手に送られて聖火が進んでいきます。これからの聖火リレー、日本全国の多くの方がさまざまな思いでこの聖火の光を見つめていくことでしょう。さあ、これから聖火は屋外へと向かっていきます。会場の皆さんの拍手に送られまして、聖火が今屋外へと出ていきました。さあ、いよいよ聖火が出発しました。無事に聖火を送り出すことができました。皆さんありがとうございました。さあ、サンドイッチマンのお二人、はい、今の聖火の姿はどんな風にご覧になってましたか？本当に石巻の時は消えちゃったんだね。消えちゃったって言うな。消えそうになりましたね。消えそうになったね。室内だったんだよ。本当に安心しましたけど、2回ほど、はい、あんなにゆっくり走るんだなって今ちょっと思いましたけども、ね、はい、でも楽しみですね。全国の方が聖火を見たいと思いますので、うん、ぜひしっかり見せながら走っていただきたいな。テレビとかね、インターネットでずっと中継されてると思うんで、はいはい、沿道じゃなくそういったところで見ていただければなと思います ね。 そうですね、はい、それで本当にね、福島の様子とか見てもらいたいですね、うん、はい、うん、本当に被災地の今の様子、はい、伝わるといいですよね。いや、もうそれ僕はすごく期待してますね、はい、全てを見ていただきたいですね。本当にたくさん協力していただきましたんで、世界中から見てくださってると思います。ありがとうございます、はい、石原さとみさん、いかがでした？この出発、天気良くてよかったです。そうですね、本当に晴れやかな気持ちでスタートされたのかなと見てと思いますし、やっぱり直接見れなくてもどういう気持ちで走ってるのかっていう思いがやっぱりテレビ越しでも絶対に伝わると思うので、ぜひ皆さん何かあった場合は一時中断したりとか止まったりしてもいいと思うんです。でもそれでも最後まで火を灯し続けてつないでいくことがに意味があるのかなとすごく思うので、その両立を世界の方たちにも見ていただきたいなとすごく思いますね。困難を乗り越えて目標に向かってというね、はい、お話もありました。ありがとうございました。ありがとうございます。田口さん、いかがでした？はい、私たち今まで何回も聖火のトーチはですね、はい、見てきましたが、本当に火がついたの初めて見ましたので、ね、ここでまずですね、石原さんと聖火を灯した時すごくあったかくなりまして、なんかその火のあったかさもありますけど、なんか気持ちみたいな心のこもったギリシャから届いたんだなっていう思いがすごく伝わってきたんですね。これをぜひですね、福島から駆け抜けていって、いろんな全国各地にこのあったかさをつなげていけたらなっていうふうに思います。はい、私たちみんなもそれぞれ走りますので、そうですね、そういう皆さんの思いをつなげていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
初めてご覧になったわけですもんね、本当に。いや、そうですよ、うん、やるやるっつってね、なかなか状況ならなかったもんね。いつもリハーサルはね、ついてない。そう、そうだ、はい、そう、そのままやってたから、やっと見れましたので、はい、初めて本当に火がついてね、はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。野村さん、いかがでした？そうですね、本当にあの待ちに待った、スタートで、ランナーの皆さんが今、炎が、聖火が灯った、トーチを持って走られる姿を見てる我々も誇りに思うというかね、背筋がプインと伸びて、こう希望がね湧いてくるような感じがしました。で、実際それぞれランナーの皆さん、走られる時にいろんな思いっていうのはあると思います。もちろんコロナの、ね、収束も願い、そしてオリンピックの成功も願い、また平和を願い、まあ、その走られる方の表情にそれは絶対出てくるんですよね。だから皆さん応援ね、この聖火リレーを応援してくださる皆さんも、走るランナーの表情も見ながら、この、それぞれが持った思いが7月の23日につながって、やっぱオリンピックのね、素晴らしいオリンピック、東京オリンピックの成功を願いたいなと思います。そこではね、あとはもう今準備、開催を信じて頑張ってるアスリートたちの素晴らしいパフォーマンスを心から応援してほしいなと思います。はいはい、ありがとうございます。さあ、なでしこジャパンの皆さんから、早くも第2走者、地元出身の高校1年生大和田麻人さんに引き継がれたということです、ね、第2走者行ったんですね。はい、なるほど。さあ、これから聖火日本全国を回っていきます。感染対策に気をつけながら、聖火ランナーへの応援をよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。以上をもちまして、東京2020オリンピック聖火リレーグランドスタート式典終了となります。ご登壇の皆様、ありがとうございました。どうぞご講談くださいませ。会場にお越しいただきました皆様は、今しばらくそのままでお待ちください。本日はありがとうございました。